はい、それでは見事優勝しました青山周平選手にお話を伺います。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。通算71回目、そして今年2度目の優勝となりました。まずは今のお気持ちをお聞かせください。嬉しいです。船橋伝統のレース黒潮杯での優勝ですけれども、そのあたり思い出というのはありましたか？そうですね、少しあります。船橋時代から応援しているファンの方も喜んでいると思います。はい、ありがたいです。ありがとうございます。さあ、そして思想が 3.23 でかなりいいタイプが出ましたけれども、思想の手応えいかがでしたか？手応えはあったといえばあったんですけど、2.3 出てると思ってます。そうだったんですね。ありがとうございます。ではレースを振り返ります。スタートはご自身で切ればいかがでしたか？シルクカップをイメージして切ったんですけど、まあ、そこまではいいですが、はい、でもいい番手につけられましたね。そうですね、はい、どうぞ。かなりいい、すごい勢いで追い上げていきましたけれども、はい、道中のレース足いかがでしたでしょうか？まあ、施設通して彼女が今日一番良かったので、まあ、冷静に。そしてゴールした瞬間お気持ちいかがでしたか？もうこれ以上ない結果なのですごく嬉しいです。上がりタイム 3.35 のタイムいかがですか？まあ、思想が 2.3 だったので、まあ、正直もう少し欲しいですけど、まあ、十分タイムが出ているので、次節は1月31日から伊勢崎で行われるレース、そして来月には川口で行われる G1 開設記念グランプリレースを控えています。意気込み含めてファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、一緒一緒に頑張りたいと思います。伊勢崎さん頑張ります。応援よろしくお願いします。見事優勝しました青山周平選手でした。おめでとうございます。何台って言ったんですか？クランク台。クランク台。優勝したからあげるよぐらい。このままの格好で表彰式があります。